三つ目をご覧の皆さん、こんにちは。カイバック広報室の中村です。今回の缶詰はプレイバック缶詰と題して、これまでに反響の多かった映像を未公開部分と合わせてお届けいたします。それではどうぞご覧ください。缶詰では海上自衛隊が誇る哨戒機 P3C でエンジンスタートや離陸の瞬間などの迫力のある映像のほか、その部位での潜水艦探知など警戒監視活動の様子、また機内から見たフォーメーション飛行や着陸時の様子などをお届けしてまいりました。これらの動画を通して海上自衛隊の航空部隊の任務の一端を知っていただけたのではないでしょうか。この他に地上で活躍する隊員にスポットを当てた P3C の牽引作業の動画ですが、ここでまっすぐにラインに乗せてまっすぐにして、あそこでちょっと我慢してね、我慢、はい、まだ左に我慢切って、はい、そこから徐々に、はい、いいよいいよいいよ、はい、おおそう、はい、まっすぐなってきた、はい、おいいよいいよいいよ、 OKOK。こちらの動画に登場する先輩と後輩の掛け合い、実は別で収録していたのです。ここでまっすぐにラインに乗せてまっすぐにして、あそこでちょっと我慢してね、我慢、はい、まだ左に我慢切って、はい、そこから徐々に、はい、いいよいいよいいよ、はい、おおそう、はい、まっすぐなってきた、はい、おいいよいいよ、 OKOK、 はい、 OK です。艦つべと言いつつ、なかなか艦艇の紹介ができないでいたのですが、人気のある艦艇の動画の中でも特に反響が大きかったのがこちら、護衛艦のエンジン起動です。護衛艦のエンジン起動のシーンを操縦室、機械室からお届けしました。大きな護衛艦の心臓ともいえるエンジン起動のシーン、初めてご覧いただいたのではないでしょうか。機関長の凛々しい号令でキビキビと作業に臨む機関隊員ですが、実はみんな個性豊かで明るい隊員です。本編ではお見せできなかった機関隊員の自己紹介をご覧いただきます。ガスタービンの中西です。ガスタービンの星です。最後ディーゼルインの田中です。ガスタービンの斉藤です。皆様にもう一度お届けしたい映像の第1位は US2 で離水してみたです。海上自衛隊が誇る救難飛行艇 US2 になんと海の上から乗り込みました。さらには普段なかなか見ることのできない機内の様子や海上を航行する姿、 US2 が離水する際のコックピットからの実況など見どころ満載の映像をお届けしました。洋上への離着水が可能な US2 は飛行場を持たない離島や海難事故現場へも素早く到達することが可能であり、怪我人や急病人の緊急輸送において活躍しています。さあ、今から豊後水道ブラボー地点から岩国航空基地に向けて、いよいよ離水します。よし、レッツゴー、クリアルフォーでいこう。おっと、すごい、エンジンが上がり出しました。激しいシートに落ち着けられる勢いで走っていきます。5秒、おっと、もう離水、なんと速いんでしょう。驚きです。10秒でしょうか、軽々に離水しました。5マットまで降りました。そんな海難救助の最前線にいる隊員の圧倒的な肉体を思い知らされる未公開シーンがこちら。筋肉隆々だった。
名前はお願いします。中鬼荘です。中鬼荘、中鬼荘と私、どっちが受け立て不正ができるか、ここでやりたいと思います。よろしいですか。では UFC 記念で受け立て不正競争をやってみた、いきます。ご視聴ありがとうございました。これからも引き続き缶詰をよろしくお願いします。